でもやっぱりさ、今新しい人出てきてるからさ、なんかちょっともうネタも新しくしなあかんなと思って、もうアリネタだけやったら確かに、そうだ、そこね、シビアなところがあるからな、どんどん侵略。あ、マイクラスメイト TV! いやーもうカメラ回ってるなら言ってくれないと恥ずかしい恥ずかしい、ね、ということで、やっぱりネタってさ、おいはい終わりや。いや、とりあえず一旦これは整理させてもらうんだぞ。あとでやる。あとでやる。どうも、こんばんは、こんにちは、はたまたおはようございます。方程式の花木でございます。どうも、皆様のお口の恋人、方程式まだです。ぶっ飛ばそうかぶっ飛ばそうか何がぶっ飛ばそうかって思っちゃった。今だけあ今だけあとでか収録に紹介そうね、差し支えるからね。ということで、いやもう、なんれんじゃん。何がすか、違和感のある空間が空いた状態での二人スタートは一回さ、僕らがいない時があったじゃん、うん、その時はあのレギュラーメンバーが3人いて、うな、嫌われてるんですか確かになんか、一緒に引きは出てないいつからなんか共演になるんですかそんな、ありますグループね、お互いにすれ違うばっかり不仲説はないですね。ね、そうですよね、なんか、LINE ではすごくやりとりしてるのにそうそうそうということでね、さあ、ということでございまして本日は何ですか。じゃあもう、この違和感の正体をそうですね明かしますか。まあ椅子がポンポンポンと3つ並んでますから、そうそう、何人来ると思うまあこれで一応椅子は3つ、でも3人分空いてるよ一応、うん、何人来ると思う。いやただこれで5人やったら2人変わらない2人足すから、ね、2人足して飲み物ないですよ。あ、飲み物来たくそー、そんな鬼畜な収録あるだろ。はい、3人でーす椅子3つ、はい、このような3つあるんでね。はい、じゃあそのはいどうなんですか、ゲストというのは。では、本日のゲストです。はい、ユニットアイドルのホニカロードさんです、どうぞー。カメラの前に向かって、どこカメラ向かって立ちで、大丈夫、大丈夫、大丈夫、俺ら気にしてる、大丈夫。いや、可愛いの一回見して、見して。じゃあ、自己紹介どうぞ。はい、私からいきます。ホニカロードのリーダー、あんちゃんこと、入船あんです。よろしくお願いします。どうも、ありがとうございます。私、うん、ホニカじゃなくて、大田あかりです。よろしくお願いします。イエーイ。わーい。はい、のんたんこと、住吉かのんです。よろしくお願いします。わーい。前田健吾です。お前ポニカロードちゃうよね。お前方程式だろ。新メンバーだ。この並びやったら引きあるでしょ。ないわ。ない？ないわ、OK。俺だけなんかその圧戦してるみたいな。なんかあれなんですかね。なんかご当地アイドルみたいな。この状態で喋るの。はい。そうです。確かに。はい。どちらで活躍されてるんですか。横浜。お前強いな。いいやん。横浜の馬車道。君らも強いな。ガンガン君らも強いな。一回座ろう、座ろう、せっかくやから。もう座る？座ろう。もう座る？あ、もっと全体像みたいな。ミュージックステーションもっと立ち上げる。ミュージックステーションじゃない。マイクラスメイトだから。今座ってもらいますか。ちょっとじゃあ、じゃあどうぞどうぞ。はい、失礼します。はい、どうぞどうぞ。失礼します。ふかふか。すごい新鮮。ゲストが椅子座るとき失礼しますって言ったの。いやー、礼儀正しいわ。君らに3ポイントずつ。イエーイ、やったよ。これ、止まるとスタイル使える。スタイル T ポイントじゃない。T ポイントじゃない。ということで、改めて。はい。横浜の馬車道で。はい、馬車道で。館内の近くです。館内の近くです。そうね、館内。ちょっとですか、なんか食べてます。すごいな。なんか言われてますよ。なんかすごいふわふわしてるから。自分がしてるから食べてないか。そう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 。まあやっぱそういうなんかコンセプトとかあるんですか。一緒に飲めるアイドルっていう形でやらせてもらってます。一緒に飲めるアイドル。あのね、はい、飲めるアイドルです。まあいいか、そう、まあ、いや後でいじったりとかね。いや飲めるアイドル。何、お客様と飲むってことですか。はい。え、そう、ライブ中にわらわらとかね、わらわらとか。違う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 。それは打ち上げに行くアイドルでしょ。一緒に飲めないで。飲みに行くじゃないんですよ、一緒に飲めるの。ライブ中、じゃあ、ついてみましょう。でもまあ、間違ってないよ。ピンポン。ピンポン、やった、3ポイント。やった。
ポイント加算してる。ええけど、ええけど、そのえそれな、それもがっつりお酒を飲んで一緒に楽しむっていうことでいいんですか。あの今日一人お休みしてる子がいるんですけど、その子はいつも黒霧島を。はい、え鹿児島出身か。違います違います。いやでも黒霧島っていや、まあ、分かってるがっつり、うん、分かってる。黒霧島が一番うまい正直。いやいやいや、だから僕もいつも食べてます。いやそのお酒今度連れてきてみんな飲もうよ。飲みながら。いやお酒飲んでも歌って踊れるってことですか。はいはい、そうです。そやん、そやないとだってやらんやん。いやいやいや、だってまあちょっと違うかもしれないけど、うん、笑えなんて無理です。だってお酒飲んで、ああ、かあかあかあ。この前先輩がなんかそのボケで日本酒を一気に出してたしてた。そうそう、ずっと。いや、そうなるぐらいやけど、黒霧島なんてこんな頃にはもうなって。いや、黒霧島ね、美味しいよね。いやいや、そう、美味しいんだね。そんなそこまで飲まない。でももう、おたしなむ程度。はい、おたしなむ程度。ってことは、本来4人組ってこと。はい、はい、4人で、今日は3人。ね、ホームページ見たの。わぁ、本当にありがとうございます。ちょっと、まあ、勉強っていうか、うん、しとかだなと思って、うん、でそのホームページ見て、うん、だそうあの一緒に飲めるアイドル、うん、あそうなんやって思って、うん、メンバー見たら、まあ、誰々乗ってるやん、うん、幽霊部員っていう欄があって、あそれ私たちの前で、あまだ別のことこない、はいはい、うわ先輩アイドル、そう、あ下におった、はい、違うじゃないですか。違った、違うの見てる。あわこれマジレス、マジレスすると、うん、だからあのマジレスね、そのだからで今日作家から3人アイドル来ますと、うん、で、あ調べたら一緒に飲めるアイドル、はい、で見ていったら3人あって幽霊部員ってあったから、はい、と思って違います。だから3人いたからさ、いやそこやと思っちゃった。名前変えたら、そう名前も変えて顔も変えた。だから勉強しようと思って幽霊部員の欄があったから、あこれ勉強せんとそのまま突っ込んだ方がおもろいわと思って何も勉強しなかったのがもうこれですよ。え、だからさっき突っ込みたいって言ってたのに幽霊部員ってことですか。そう、幽霊おらんやん。いや、いないですよ。いないですよ。そんなしないですから、うん、私たちのグループは関係各社の皆様、すいませんでした。じゃあ、僕はまんまの使うもんね。使われちゃう。ということでございまして、こういうなんかこういうなんかおしゃべりとかってよくされるんですか。こういうなんかネット番組とか。あ、します。はい。そうですか。これ誰が何担当とかありますか。だってさっきリーダーね、はい、リーダー担当は、ね、私が一番まともです。まともです。はい、なんでえ、緑茶がいいって緑茶がいいって言ったの。急にお酒ぶっ込んだ。モデルアイドルやってるの。緑茶がいい。例えばだから、まあよくまあちょっとなんか天然担当とか、風担当とかそういうのないよ。特にないんだよね。いや、あるちょっとバカ。ちょっとだけバカ。そう、あのね、もうバカエピソード1個あるんですよ。なんで？今日ね、その待ち合わせ場所にね、うん、今日どこどこに行きましょうって言って、さすがにもうアイドルに年を聞くのは失礼やん、まあ、それは。それは、ね、まあ、アイドルって女の子ですから。女の子ですから、うん、そう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 、うん、だから、えとだけ教えてって言ったの。そしたら、えとって何？ネズミとかウサギとか。えと知らないんですよ。ねえ、牛、トラ、ウ、カツ。あ、待って。言える？え、いや、それは言います。言って言う。いや、ちゃんと言える。どうぞどうぞ。ねえ、うん、牛、トラ、ウ、カツ、タツ。今のとこタツに言ってよ。今年も俺？あれ？猿、犬。え、タツの毛まだ済んでない。え？もう一回させてないの？もう一回させてないの？ねえ、はいはい、牛、トラ、ウ、タツ、タツ。なんでやわかんない。羊、猿、犬、イ、ニオ。もう10個してるやん。タツを2回言うって、でも10個してるやん。あと3匹足りない。え、何匹もいるんですか。十二支やん。十二支。猫と、あと2匹、猫と、あと何人猫と、トラ？あれ、トラ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 、カバ、カバカバだ。おーおー、あと1匹、あと1匹アナコン、アナコン、アナコン、冒頭の3ポイント、マッシュ。おいしい。いや、アナコンダのわけないでしょ。2位いるんだ。正解
シ、トラ、ウー、タツ、ミ。え、待って、タツもだってますか。タツもだってます。タツが、もうベー、ウシ、トラ、ウー、タツ、ミ、ウマ、シツジ、サル、トリ、イヌ、イだから。あ、アナコンダいた？いた。いないいないどこでイヌ、イー、アナです。いや、ディズニーが入ってる。ディズニーが入ってる。じゃあちょっとバカ担当で。はい、じゃあバカ担当です。はい、リーダーで。リーダーで。で、緑茶会担当。緑茶会担当です。いいよ。いや、この子も若干同じ匂いがしてる、ね。そう。この子はバカとかじゃないんですけど。バカとかじゃない。いや、頭はそんなに悪くないんですけど、はい、ちょっとなんか違う世界に住んでる。宇宙人担当。私はそう、宇宙人だった。なんで宇宙人。でもなんかね、一番こう、なんだろう、こうなんか構ってあげたい感が。頑張ってあげたいか。いや、何でそんなピンとこうすごいピンとこう。だってお前の話よりストローに夢中やん。こっち飲み出すし、みんなこうやって。いやそのための飲み物。まあでもそうやってさ、まあ一応もう一人4人。はい。そう、4人目も宇宙人みたいな。いや違います。4人目の子はなんか適当な人なんかあんまり話とか聞いてないんです。なんか話終わる前に相槌打ってきたりする。なるほどね。分かる分かる。あのね、生きてて初めてね、ルイは友を呼ぶのを目の当たりにしたよ。こういうこと言うの。いやだからこれからちょっとね、企画でいろいろやりますから、はい、ね、ちょっとまあさらに本性をちょっとね、そう、暴いて暴いて、はい、あれですかね、先に言っときますけど、こういうこの番組ってここ流すんかいってところを思いっきり使うんです。ディレクターがね、もう意地悪なの、そこが一番面白いんですよ。辛いな。なんかうまく取り付こうと思うと無理ですか。だから例えばもうアイドルさんがさ、なんかやって、まあ、仮に失敗したとしても、あ、まあ可愛いな君らはで済むというか、まあそういうのがあるけど、俺らが滑ってるにまんま使われるから。滑ってるところを再生させられる。滑ってるんだって作家の、あはははは。お前だけ楽しいやろ。そうね。じゃあ今日は皆さんのね、そういうのを、いろいろ暴いていきたいと思います。我々が恥をかくのかね、こう動きたいということで、はい、はい、で今日はこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。ごめんよ。馬車道知ってて当然大人の常識クイズ。イエーイ。はい、さあ、なんですか、このコーナー、うん、大人なら答えられて当然のクイズに挑戦してもらいます。大人なら当然、だからもう簡単、常識クイズよ。大人って何歳から。大人って何歳から。一応法律としては20歳だからね。さあ、ということで、はい、まあ簡単ですよ。もうだから今から出るお題に答えてくださいと。なるほど、はい、で一番正解が少なかった人は罰ゲーム。いやだ。なんですか、坊主。違う。コク。3人が坊主は。いやでも斬新じゃない。違う。でちなみにその罰ゲームというのは、はい、赤ちゃん言葉を言ってもらいます。え、赤ちゃん言葉。はい、そう。なんていうんですか。まあまず自分の下の名前、うん、まあなんとかね、うん、ママとねんねするってっていうのを、うん、カメラに向かって、うん、ガチで。ガチ。まあこれ分かる通り。俺らがやってダメだ。ダメだ。え、見たい。見たい。見たい。え、よく見たい。誰がくすぶってる芸人の赤字ことを見たい。誰が見たい。こんなやる前になんか、うん、お決まりのなんか始まる前にやるなんかあるんでしょ。あ、乾杯。乾杯。そうだね。あります。ちょっとそれで景気づかにそれやってから、はい、ちょっとやりましょう。じゃんけん説明お願いします。私たちのオリジナル曲のワンフレーズを使ってやりたいんですけ ど、うんうん、ど、最初にちょっと3人でやるんで、はい、じゃあ皆さん、あ、じゃあ、はい、あ、はい、はい、見ましょう、はい、せーの、ポポポポニポニポニ乾杯で乾杯したいと思います。乾杯。なるほど。乾杯。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあカメラの前も皆さんグラス持ってください。あのポポニポニポニ俺らも言った。最初にやってください。あ、分かりました。いい感じだった。ありがとうございます。
ね、そういうの。いいね。こういうのあったらいいよね、乾杯でね。そうだね。え、じゃあぜひ使ってください。広めてください。マジですか？でも普通の打ち上げで急にインターネットに大丈夫です、大丈夫です。いや、俺らもポニクロード普及委員会としてお願いします。さあ、盛り上がったところで早速企画に行きますよ。はい、知ってて当然大人の常識クイズ第1問。はい、次のうち、うん、偉いのはどっち。はい、役職ね、役職、はい、1、部長、うん、2、常務、うん、部長と常務どっちが偉いでしょう。もちろんカンニングダメですよ。1位が何だ、何だったっけ。1が部長、部長ね、1が部長で、2が常務。はい、まあこれだから、まあ、まあ見てる方も会社を務めの方とかも、まあ、まあいるでしょうね。はい、いいですか。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう、はい、せーので開けますよ。せーのーと、はい、はい、あれあれの時僕が常務ね。常務で、はい、で、のんノンタン部長、ノンタン部長、はい、で、アンちゃんが常務、はい、はい、アカリンも常務で、君が何て書いてますか。まあ、時と場合によるけど、まあ、2かなと。なんでたまに部長が偉い時あるでしょ。まあ、時と場合によってな、うん、あるけど、まあ、2番かな。ちょ、やめて、それなんかややこしいボケするとそうなんだってなっちゃうから。考えろ、やだ、バカなんだから。やめてくださいよ。はい、2番、2番、はい、じゃあこれ正解をお願いします。 2番の2番の ニュースとかなんかなってましたよね。お前賢いな。え、全然わからない。
そこそこ有名なニュースです。え、最近の？まあ最近ですね。はい、まあ、収録時は結構、まあ、いろいろネットとか、まあ、テレビ、ワイドショーとかでもね、なんか取り上げられたりとかしてましたけどね。じゃあこれは一つずつ開けていきましょうか。そうだね。じゃあ、まあ、いいよ、いいよ、ほんと分かるよ、はい、他の国がアウェー、うん、そりゃそうやろ、そりゃそうやろ、ちょっとそれぐらい分からんかってそりゃそうやろ、全然分からん。はい、はい、空調の壁をいじれるから、うん、あ、聞いたことある。あ、そうです、だから俺ももう感じたことです、はい、か風って風、え、ほらこれだから有名な、聞いたことある、聞いたことあるわ。あ、じゃあちょっと、じゃあ、はい、じゃあ宇宙人、はい、わかりました、わかりました、はい、どうぞ。え、バトリートの話聞きたいと、なんかダメですよ、だったらダメですよ。え、あの、裏の、いやだったらアジア大会中止やって。じゃあ、ドンタン開けようか。はい、じゃあ、ドンタン、中国の選手の靴の裏のゴムの滑りが苦かった。キュッキュッっていうのは、それはあの別に国じゃなくて、おのおのの橋が走ったから。そうです、あのね、あのお察しの通りね、ここはあんま変わんなくて、あんま変わんないです、ここ。すいません、ね。ということで、まあそれぞれじゃあ出す、まあ出しときましょうかね、うん、アウェーと袋のゴムね、あと空調の風、ドーピング、風ね。はい、じゃあ正解は何でしょうか。正解は他の選手が不利な風が吹いたからでした。イエーイ。だからこれニュースだったんですよ。実際日本の人が打ったら、うん、そのなんていうのあれは、シャトルがこう。問題になったんですか。問題になります、それは。え、じゃあ今やってってこと？いや、そういうことじゃないと思うけど、だから普通空調って一定やんか、でもコート変わるでしょ、そしたら風がなんか向きが変わったりとか、えっ、それは分かんない、知ってましたよね、知ってました、あ、ほら、やっぱさすがリーダー、知ってたんだ、リーダーだ、なんで知ってるのよ、頭いいからです。ここ何なんですか、頭いいのがなんかいいみたいな感じ。もちろん。さあ、ということで、バツが僕とノンタンと、はい、やばい、そして、はい、赤い赤輪がバツつきましたけども、まあまあ走行してるあれもなく、はい、うん、ドパーフェクトがありますね、うん、ドパーフェクト、パーフェクトということで、はい、のんたんの負け、イエーイ。さあ、ということで、一番バツが多かったのんたんの罰ゲーム、はい、で、まあ、カメラに向かって可愛く、赤ちゃん言葉やってもらうんですけど、これ放課後にしますか。今やりました。じゃあ、そのカメラありますので、下の名前ね、下の名前で、あ、そう、カメラ見て。では、のんたんの罰ゲームです。それでは、どうぞ。のんたん、ママとねんでちゅる。僕もするわーい。相方が集体を探したのでお詫び申し上げます。今すごい僕に不利の風が吹いたから、すごい、なんか、お前が自分で浴びに行った、風浴びに行った、いいっすね。さあ、はい、大人の常識クイズ、ちゃんと常識をつけましょうということで、はい、知ってて当然、大人の常識クイズのコーナーでした。イエーイ。ねんねしよう。パパパパニパニパニ乾杯。よいしょ。滑舌はいいのかなコーナさあ、ということで、いいね、勢いが出るね、乾杯するとね。さあ、やってまいりました。これ、まあ、ゲストはね、来たら恒例のコーナーでございます、うん、素晴らしい。もう簡単な話、もうお題に対して滑舌よく言ってくれればいいという、うん、早口言葉言いましょうと、はい、はい、まあ、だからこれ、まあ、よくやってますけど、うん、まあ、よくね、レギュラー陣が敗北するんでね、今回はちょっとやっぱり、今回はもう、だってあ、なんか怪しいのいるからいないからいや、多分ね、ここがいい勝負だと思います。さあ、ということで、今回罰ゲームございまして、はい、何でしょうか。罰ゲームが、うん、クレヨンしんちゃんのモノマネ。あ、全部で3問ですかね、3問で。なるほど、はい、もうポンポンポンとテンポよく言っていただいて、いきましょう、これ早速、じゃあ1問目からいきましょう。では、1問目何ですか。お題をお願いします、どうぞ。
ミレニアムアルミニウムってことです。難しいね。これ3回ですか。ミレニアムアルミニウム、これを3回言っていただきます。やばい、これ言えないな。難しいね。はい、続けて言います、はい、ミレニアムアルミニウムを3回言ってくださいね。そう、もう大丈夫さ、今ものすごいゆっくり、み、で、み下手くそ。次多い。さあ、さあもうさ、言ってもいいんですよね、だって。いやもうそれでもある程度の速さですよ。そうですよ、そうですよ。ミレニアムアルミニウム、これぐらい。ミレニアムアルミニウム、これぐらい。すごい。いや、こっちで、こっちで食ってますからさ。すごい、おめでとう。じゃあ、まず花木行きますか。行きますか、行きますか、いいですよ。はい、じゃあ、花木から行きましょう、はい、どうぞ。ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム。おお。すごい。じゅるい。じゅるい。じゅるいって。可愛いので2ポイント。忘れた。さあ、じゃあ次はじゃあのんたん行きますか。よし。行きましょう。じゃあのんたんお願いします。どうぞ。ミレニアムアルミニウム。待って、もう一回。もう一回、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 せーの、ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム。これは、オーケー。むずい、苦しい、むずい、最後アルミニウムがもう力が力出してグワッて絞り出したまあ、よかったです。いいですね、素晴らしい。さあ、じゃあこの調子でいきましょうか。はい、はい、では、アンちゃん行きましょう。どうぞ。ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム。やっぱリーダーやね。やっぱリーダーすごいですね。すごい。はい、あと上手っていう感想なんでしょうか。上手って。じゃあ赤に行きましょうか。はい、じゃあお願いします。どうぞ。ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム。これはどう。いやだって最後ミレニアムあるあるって言ってもね。ミレニアムあるある。そんなコアの迷いダメ。いやこれもうディレクター次第ですから。これがもう一回やばい。優しいね、彼。アイドルに優しくて何をニヤニヤしたんだお前は。お顔ばっかりして楽しそうやな。その気持ち同じです。さあやってまいりましょう。じゃあ最後よ、泣きの一回。もうこれ噛んだらもう終わりだからね。うん、はい、うんって言ったから、はい、行きましょう。はい、じゃあ、あかりお願いします。どうぞ。せーの。ミレニアムアルミニウム、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 ミレニアムアルミニウム。アウト、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 もももも、もももも、右が多めや。右が多めでした。はい、じゃあ、ということで、あかり、バツで1個ついたら、バツ1個ついたら。やだー。いい客、いい客やわ。はい、じゃあ最後、俺が、じゃあ、はい、あとバチッといきます。行きましょう、バチッといきましょう。じゃあ、はい、前田さん、お願いします。どうぞ。ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム、ミレニアムアルミニウム。え、すごい。おー、よかったー。怪しいとこやけどな、最後な。怪しくない。なんか、あかりの後に聞くと、結構、綺麗。なんで？十分になってる。じゃあ一問目はあかりんがワンポイント。ワンポイント。さあということで、じゃあ次二問目いきます。みんな練習したの？してない。じゃあ二問目お願いします。はい。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。ああ、いいね。これ3回ですね。これ2回。これ2回。2回。うわ、絶対ダメだよ。ああ、これ言えない。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ、赤マグパック。マグパック。青マグカップ。これもいろんな色のマグカップ。マグカップ。これ難しいんだよな。これ難しいわ。絶対やらない。難しい。じゃあ次。いや、言える。じゃあ、最後いきます？順番があるって。何番目にやりたい？何番目にやりたい？それでいいよ。何番目にやりたい？2番目。2番目。じゃあ、今度こっちから行きましょう。じゃあ、1番目。これもう絶対かぶれんな、俺多分。いや、これは難しいよ。多分、途中で多分ね、なんか、カップ、カップ、まあ、そうね。五択を並べる前にしよう。じゃあ、はい、前田さん、お願いします。どうぞ。赤マグカップ、青マグバック。終了。
ック出るよね。パック出る。パック出る。パック出る。これやばいな。これはやばいよ、でも普通に。難しいね。じゃあ、2回、2回。もうあるよ、今の練習なしよ。オッケーオッケー。じゃあ、赤に、はい。どうぞ。せーの。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。キマクカップ全部だよ。キラさん、キマクカップ、キマクカップ。そうね、いや、君は仲間じゃないよ。違う違う、キラさん、キラさん。これでも最後はね、サッカー判断ですから。あ、でもこれで、仲間として、いやいや、気になった結果、はい、バレー。よかったね、よかった、よかった。おかしい、まあ、マクマク言ったよね。オッケー、ここだけだからグーだけだからちょっと変な感じ。やばい、やばいよ。じゃあ勢いよく行きましょう。じゃあ、あんちゃんお願いします。どうぞ。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。これはお願いします。お願いします。ダメダメ。他人のミス嬉しそうやな。自分さんざんフォローしてもらったのに。はい、じゃあ行きましょう。ではお願いします。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。あれ、はい、アウト、アウト、アウトです。あのね、違う、点々つけるので、カーじゃなくてクムなの。そう、アブカップ、アブカップ。あれ、気になったからだよ、全然。そう、引っ張られちゃうよね。いや、だったらアウトでしょ。アウトでしょ。いや、そうなのセーフです。じゃあ、最後、じゃあ行きましょう。これもしが、はい、はい、では、トシピョン。トシピョン、はい、オッケー。はい、じゃあ、トシピョン、はい、どうぞ。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。赤マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。はい、アウト。これがトンやったらトンやるわ。アウト。おい、最後、最後お前、ダンサー詰まってたから。緑茶杯が通るやったら俺も通るやろ。確かに、確かに言いたい、言いたい。いや、あー、しゃあないな。でもな、見て、私だけできてるの。言いたいよ。できてるんですよ。できてるんです。できてるんです。はい、あー、見えてるんです。見えました。はい、見えました。じゃあもう、じゃあこれはもう最後、一騎打ちです。そうだな。いや、頑張る、やっぱ私頑張る。私頑張りたくない、私頑張りたくない。では、最後のお題、お願いします。はい、あたたかな、カタカナ。ちょっとやばい、カタカナ。え、これは3回ですか。あたたかな、カタカナ。カタカナにしよう。あたたかな、カタカナ。あ、舌、カタカナって言います。カタカタカタ、カタカタカタ。カタカナってあたかなに。ほんなの。えぇ、言えない。カタカタいいですか。カタカタ、カタカタは。今びっくりした。今カタカナってあったかいんだって。じゃあひらがなつぶやくんですね。カタカナ、カタカナ。じゃあ行きましょう。じゃあ、はい、トシくん、はい、行きましょう。どうぞ。あたたかなカタカナ、あたたかなカタカナ、あたたかなカタカナ。おお、すごい。コツは何ですか。コツですか。ね、どれぐらい。あたたかなって言った後のカタカナのカ。カ、ラップみたい。あたたかな、カ。カ、そう。なるほど。そう。そこでカが負けちゃうとカタカナが出ない。あたたかなで安心しちゃうから、そろそろカが出ればもう。なるほど。そう。え、でもカタカナになっちゃうんですけど。それはもう、あの、秘密にしとくから。秘密にしとくから。はい、ガナはダメです。あー、できちゃった。できちゃった。じゃあ、行きましょう。では、どうぞ。あたたかなカタカナ、あたたかなカタカナ、あたたかなカタカナ。おお。この感じが。この、これがいいですよね。そう、ハッサン。そう、リズム、リズム、リズム。はい。では、ハッサン。はい。お願いします。あたたかなカタカナ、あたたかなカタカナ、あたたかなカタカナ。おお。やろやろ。回避したね。ね。あとはここの
いけちゃう。だってもう間違えた方が間違えたからね。そうね。怖い。さっき言っときますよ。僕は噛みます。僕は噛みますんで。最悪2人でしんのすけやり合うって。マジで。どっちがしんのしんのすけか。伸ばすとかね。フォルムじゃない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 。いや、もう一瞬の練習しちゃった。いいですか。はい。はい。では行きましょう。あかりん、お願いします。へーへーの暖かなカタカナ暖かなカタカナ暖かなカタカナ。あのね、俺の中国語で飲み込みすぎクリア。うわー。ああよかった。グレー。グレー。グレー。まあでも成功。まあでもディレクターがね。グレーなの。いやこれ絶対かぶってる。おもんないやん、だからもう見てる人も俺らもおもんないなんだよ。ちゃんと言えたよ、自他ともに認める。日本人としてって言われた。あの人の野原慎之介見んねやなって。いやもう絶対噛むからもう期待されていきません。もう今さらっと言いましょう。はい、じゃあ前田さんお願いします、はい、どうぞ。暖かなカタカナ暖かなカタカナ暖かなカタカナ。おらどこでも思んないね。そうよな。でも言うとったからね。どうしますか、みんな言った。いやこれみんな言った全員全員で2問目はもう一回やりましょう。あ、それいい。2問目はもう一回やりましょう。え、あ、手挙げたかった。マグカップ持ってた。いや、それはやばい。マグカップ決戦行きましょう。オッケー、行こう。はい、で、これも、はい、はい、じゃあちょっと問題変えます。え、はい、茶マグカップにします。うわ、やばい、それは。え、茶マグカップ。うわ、言いづら。茶マグカップ、なかなかないよ、一発目言いづら。茶マグカップ、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 じゃあ、花木さん。花木さん、花木さん。はい。じゃあ、はい、お願いします、はい。どうぞ。茶マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。茶マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。おー、めっちゃ綺麗。すごい。え、かっこいいね。すごいな。俺今すっごい楽しい。やっぱマグカップ持ってるもんな。持ってる。お前も持ってるやろ。大体持ってるやろ、マグカップは。じゃあ、次は、ノンタン。よし、行くぞ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、じゃあ行きましょう、どうぞ。茶マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。茶マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。よし、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 結構、よし、結構いいよ。いいよ、2回来たぞ、いいぞ。やばい、最後なんかギャップが出る。大丈夫。よし、あ、バツ、バツくられた、バツくられた。まあでも、まあ、それのバツの上でもいろいろあります。そうそう、バツの上でもいろいろあるから。はい、じゃあ次は、じゃあ、あんちゃん。はい、リーダーもね、意見を見せよう、見せてます。頑張れ、行きましょう、どうぞ。茶マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。茶マグカップ、青マグカップ、黄マグカップ。やったー、すごい、よっしゃー、めっちゃすごい、すごい、やっぱ私できる子だった、ちょっと待って、私もできる子なんだよ。じゃあやろう、じゃあやろう、大丈夫、大丈夫。さあ何これ、今言ってたの、ずっとズームインしてた。さっきは父さんだあったね、そんなの。じゃあ、じゃあ、あかりんですか。うん、ダメ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 、すごい、ダメって言うと初めて。さっき俺、ここまで。あ、そうしようか。どうする、最後でプレッシャーがゴリゴリにかかる。いいよ、全然。そうそう、じゃあ、やっぱ私やる。やろう、やろう、やろう、やろう。じゃあそんな手つないで早口言葉でしょ。チームだから、チーム、チーム、じゃあ行きましょう。はい、あかりん、どうぞ。キャマグカップ、アーマグカップ、キマグカップ。キャマグカップ、アーマグカップ、キマグ、キマグ、キマグカップ。やったー、よし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 、いいよ。何のやった今の。何のやったの。言い切ったもんね、ちゃんと。もう途中でムフフンが入ってムフフンが切るしかない。最後にマイナスプを知れば言えたことになる。マジンストプをね、2回聞
ちゃった。あ、もう独自の計算式。さあ、最後。じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんでチームプレスなんだよ。同じチームやろ。まあ、どうぞ。一人出てください。一人で。前田さん、どうぞ。茶マグカップ、青マグカップ、チキマグカップ、茶マグカップ、青マグカップ、キマグカップ。なんともいけちゃってる。チってどっから出てきたの。どこ行った。さあ、これは、これ難しいですよ。さあ、この判断は、うん、さあ、じゃあ、さあ、サッカーもうサッカー判断で、はい、罰ゲームお願いします。なんと、しんのすけのモノマネです。どうぞ。ほだ、ドハラってどっけ5体。思ったより似てた。イエーイ。カラツラだから。困ったね。クショしないでくださいよ。めっちゃクショしない。いや、俺らもただただ可愛いなって思った。以上、滑舌はいいのは誰かのコーナーでした。バイバイ。エンディング。よいしょー。さあ、ということでエンディングでございます。早かったですね。いやー、こんなね、ウキウキした放送ないよね。確かった、ね、本当にだって、女の子の方が比率が多いね。そうね、つぶるよ、本当だ、ね、楽しい。いやー、ということで、はい、じゃあ、これからロボさんの、なんか、告知がありましたら、はい、はい、そうですね、結構いっぱいライブやってるんで、横浜でもやってるし、あの都内で結構やらせてもらってるので、はい、ぜひ遊びに来てください。都内だとこの辺、新宿とか、新宿、池袋、渋谷も、ああ、行きやすいね。はい、いいね、はい、いいね。今年ないですね。そうですね、今年ない、そうだね、はい。あとは、みんなそれぞれ個人でツイッターとブログをやってるので、はい、はい、ぜひフォローしてください。出るの出るの。どこにあの下？コニカロードです。で調べてくれれば出ると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で我々、ね、ツイッターブログやってます。よろしくお願いします。あ、フォローします。本当にフォローしてください。はい。フォローしますよ。あ、すげえじゃん。ちゃうの、これもうね、こんな話したらあれかもしれんけど、はい、こういう時にフォローとかね、うん、してくれて嬉しいじゃないですか。嬉しい嬉しい。あなたとかもする方じゃん。する自分から。するする。僕できないの、なんか。え、わかるわかる。わってなんか、していいのかなと思っちゃって。誰もそうそうそう。していいんですね。はい。お願いします。お願いします。お願いします。あ、さあ、そしてマイクアスメント TV。うん。ね、このお便り。あ、そうだ。お便り募集してるので。はい。すごい。はい。なんでそこの方に、どこに出すのかな、ここから、わからんけど、本当にね、お便りのコーナーやりたいんですけどね。そう、なんかね、一回グダグダなってからもう来なくなっちゃったね。ということでございまして、ちゃんとやりますんで、僕電話真面目なんで、すいません、よろしくお願いします。どうでしたか、収録参加してみて。めっちゃ楽しかった。楽しかった。なんかね、喋りやすいっていうか、親しみやすかったね。よかった分かった、親しみにくいで言われてどうしようと思った。多分親しみにくいのお前だけやだってずっと俺緑茶入ってさ。まさにそういう子やつだってすごいなんかね、ここら辺がね、親近感感じる。似てる似てる。そうそうそう、ということでね、またぜひ遊びに来てください。はい、ということで本日のゲストはポリカロードの、浦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。